11月に行われるアメリカ発祥のセールで、ネット通販などを中心に日本でも広がりを見せるブラックフライデーで、流通大手が物価高への対抗策を打ち出すことになりました。価格が高騰している鍋野菜もお得に買えます。流通大手のイオンはブラックフライデーのセールを17日から全国で始めます。猛暑があって価格が上がっている鍋物野菜を98円均一で販売するほか、新米や和牛などを割安で販売します。さらにセールに先駆けて明日から予約販売会を開くことになりました。安全資産とされて価格が高騰している金を使った商品などが用意されます。今年は二極化する客のニーズに応え、消費の拡大につなげたいとしています。